さん、はい、鳥の木からお届け札幌新図鑑。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌新図鑑、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは漫画家アニメ作家の五十嵐直美さんです。こんにちは、五十嵐です。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。いやすごい、私もう今日名前書いてもらうのにこう1枚、せっかくだからいつものこのサイズじゃなくて大きいのでピリッて破いたんですけどこんなに書いてもらえるんだったらちゃんとしたスケッチブックを用意しておくべきでした。本当に残念です。よろしくお願いします。この漫画は何ですか、キャラクターは。これは、深川市のくるみくんと言います。くるみくんです。はい、くるみくん、これは深川市の広報誌に書かれている漫画、4コマ漫画、4コマ漫画ですね。4コマ漫画で、はい、これ長く書かれてるそうですよ。はい、これ27年続いてます。じゃあもうそのエリアの方にとってはおなじみの、一応住民票もいただきました。うわー、本当ですか。あ、住民票、市民票っていうんですか、市民票みたいな、いただきました。なんか名誉市民、町民みたいな。そうです。で2年前にあの、雪像にもなりました。すごいじゃないですか、くるみくん大出世ですね。やっぱ長く続けるもんですね。そうですね。この一応猫が、飲んだくれって言います。猫が飲んだくれって言うんですか。はい、これはどういう、こう漫画なんですか、こう雰囲気。これは、まあ、地域密着型っていうか、はい、まあ、その季節季節ですね、深川市の季節季節に合わせた形で、うん、森に住んでる設定です。森に住んでるんですか。はい、このくるみくんと飲んだくれは、はい、そうですね。これを書かれている五十嵐さんが今日のゲストでいらっしゃいます。よろしくお願いします。さあ、それでは早速五十嵐さんにも3つのキーワードで伺ってまいります。3つのキーワード、こちらです。じゃん。漫画とアニメの違いはわかる。新聞取ってを断ったら満件に誘われた。プラス A で業界マップが変わる。はい、はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はい、ということで、1つ目、漫画とアニメの違いは分かるっていうのは、これはね、見ている方がね、何をバカなことをおっしゃるのっていうかもしれないんですが、五十嵐さんとお話ししてる中で、多分私がきっとね、いっぱいクエスチョンマークがついたんでしょうね。先ほど五十嵐さんに言われたこれ、あの違いなんですけれども、はい、これやっぱりね、ちょっと違いというと、どういうところになるんでしょう。まあ、はっきり言えば漫画ってこう、紙で読むものですよね。はい、でアニメって、映像で、例えば DVD だとか、映画館だとか、テレビだとか見るものですよね。その違いはこう分かる、分かります。そうですね、そうですね、はい、なんか一緒くたになってるかもしれないなと言われてみれば、そ、ね、昔そのアニメーションって言葉がある前に、昔は漫画映画って言った時代があったんですよ。言い方がもうまずは漫画から始まってたんですけれども、でも、日本の、昔のアニメーションというか、はい、昔からこうアニメーションの作られ方っていうのが、漫画を原作としてアニメーションを作るってことが多かったんです。それでみんなの中にはもしかしたら、漫画とアニメーションって、もしかしたら漫画家がアニメーションを作るっていうふうにして思ってる人がたくさんいるかもしれないかもしれないね、あの一言のように言いましたが、私もちょっとありました。夜食とは違うよっていうことで、でも子供の頃からテレビで漫画見てたら、漫画ばっかり見てないで勉強しなさいって言われたもんでね。そうですね、俺も言われましたけど、俺もおかげであの目も悪くなりましたし、ね、漫画も見るけどアニメも見る世代ということでね。そうです、はい、なので、あの五十嵐さんが書かれているこれはいわゆる漫画ですよ。そうです、漫画です。漫画でもう27年、はい、深川の広報誌で書いてらっしゃいます。で先ほどご紹介しました通り、五十嵐直美さんは漫画家でアニメ作家と両方されているということなんです。はい、アニメ作家としても最近こう快挙がございまして。そうですね、札幌市の方のアワードで、市民賞ですね、はい、大きな古時計っていう作品、あのギタリストの、谷本光さんに楽曲の方を提供していただきまして、はい、それにちょっとインスパイアされて、映像を作る
つけるっていう形で、はい、地下歩行空間の方で行われました。ワードで、一応市民賞いただきました。市民賞いただきました、はい、おめでとうございます。ありがとうございますどんなイメージで作られたんですか？ちょっと裏話というか。これはですね、はい、まあ、大きな古時計って、まあ、昔からある、うん、その大きなのぼの古時計、それを、谷本さんがギター一本でこう表現した、うん、楽曲がありまして、はい、それに合わせて、おじいさんの、時間のあり方というか、うん、そんなのちょっとテーマにして、はい、一本、そんなにグリングリ動いてはいないんですけども、どちらかというとちょっと紙芝居に近い形だったんですけども、うん、一応アニメーション作品として、はい、仕上げさせていただきました。もう一つなんか15秒のアニメ、はい、今回あの8月に東京の方で国立新美術館で行われました、はい、うん、日本アニメーション協会の主催のイントゥアニメーションというのがあったんですけども、はい、そちらの方にその、大きな古時計も上映作品として、うん、出させていただきましたし、はい、同時に、ほぼ15秒っていう企画があったんです。それはイントゥアニメーションが第6回目っていうことがあって、はい、6っていうことをテーマに15秒間でそれぞれの作家さんたちがみんな、アイデア出し合って、その15秒の作品を作って、はい、ほぼ15秒、そうです、ほぼ15秒なんで大体15秒で作られてるんだと思います。ちょうどねもうすぐ短編映画祭も始まりますけど、はい、15秒って言ったらすっごい短いですね。すっごい短いです、ローカル放送の、あれですね、コマーシャルぐらいですね。あ、そうか、ローカルで大体15秒で、まあ、東京あたりだと30秒が多いですけど、はい、あっという間ですね、15秒って、ちなみにどんな作品を出されたんですか？今回15秒は、カモメのクワワっていう作品を出させていただきました、うん、まあ、カモメがパタパタと飛んでいて居眠りをして海の中潜って、うん、落ちてしまう、ぼちゃんと落ちてしまうだけの簡単な映像です私もさっき見ましたら今何起きたのっていうような感じでしたね、はい、ご覧になってみてください。そんなわけで五十嵐さんはですね、漫画も描かれる、そしてアニメーションもやる、はい、
学校の先生もするということで、はい、いろんなことをされてますけれども、学校の先生なんかされたら今札幌のクリエイターさんはどうですか。やっぱりあの数どんどん増えてるような印象があるんですけど。そうですね、うん、今はパソコンも安くなったしソフトウェアも安くなって、家庭で手軽にこう作れる環境はたくさん出てきているので、うん、ただだからつって、アニメーションとかいろんなものがこうどんどんできるわけじゃなくて、はい、やっぱり作り手たち の, その情熱っていうものが、なければいくら環境が良くなっても、うん、できないと思いますから、作れる状況はすごく、うん、あの出てきたと思います。はい、昔のオイラが始めた頃に比べれば、そうです、もう格段に、そうです、作りやすくなってきた。表現しやす、頭の中のものを表現しやすくなるっていうのはいいことですよね。これ技術が進む、いいことです、うん、あとはハートの問題だ、ハートの問題、ハートの問題ですね。そうですよ。じゃあそのまだ大変だった頃の五十嵐さんのお話をですね、いろいろ伺っていきたいと思います。はい、2つ目のキーワードこちらです。じゃん、